はい、選挙管理委員会の話、選挙管理委員会の話、アメリカのね2020年の、まあ、大統領選挙でなんか選挙管理委員の不正があるぞみたいな、そういう、まあ、ニュースが飛び交ってますけども、まあ、実際はわからないけども、まあ、やろうと思ったらできないことじゃないなと、不正をね、うん、もちろんこれ犯罪で後から捕まったりすると思うんだけども、この犯罪上等でやってくる人も中にはいるんじゃないかな。自分がね捕まって牢屋に入れられる、あれ罰金でもいいですけども、それよりも自分の応援している候補を勝たせたいと、ね、そう思えばこれ犯罪の抑止力とか効かないわけですから、なんといってもねアメリカ大統領を選ぶ、ことなので、その個人のねその捕まりたくないなとかそういうね、ことが聞きづらいという、まあ経済的利益とかねいろんなことがあると思うんだけども、そういうこともあるのかなと、まあそういう利益のね、まあ計算をするわけですけども、どっちが得かなと、このまま負けるよりも不正をしてね、犯罪、選挙の犯罪をしてでも一応勝った方がいいみたいな、うん、まあだから、まあ、そういう犯罪上等で捕まること上等でやってくるね、そういう人もいるとは思うんですね、まあ、考えたら分かる話ね。それで、まあ何ですかね、そうなるとね選挙管理委員会の公平性というか中立性というかね、それどうなんだっていう話になってしまいますよね。例えば、ね、選挙管理委員会が、例えば与党を応援している人たちばかりで構成されていると、そうするとちょっと不正をしてですね、また与党有利になって、まあ本当はね野党の候補が勝ってたのにっていう、そういうこともあるし、逆ももちろんありますよね。だからその選挙管理委員会のさじ加減一つというかね、それで選挙の結果が変わってしまうというのは、これはまあどうなんだと、つまり中立性をどこでね保障するのかという問題があるわけですよね。はい、まあ一つはたくさんの人で見るっていうことができますよね。例えばね、私与党有利です、与党のね支持者ですって表明してる人が、実は野党の支持者だったと、逆とかもあるけどね。で、与党も野党も入れたつもりだったんだけども、与党支持者も野党支持者も選挙管理委員会に入れたつもりなんだけども嘘ついていて、まあ嘘っていうかまあ調べきれないと思うんだけど実はみたいな、それで例えば与党ばかり支持者集まってしまったとかね、そうすると与党有利にこうね、票を数え、数え、まあなんていうか数えたりしても、それは誰も指摘する人がいなくなると、不正を指摘する人がいなくなるということがあると思うんですね。ただ一つ、たくさんの人がやってれば誰か一人がね、警察にチクるとかね、うん、確かに自分はねこの候補が有利になるのは嬉しいんだけど、でもやっぱこれ不正だろうと、これはチクらなきゃいけないと思って、そういう人たちが内部告発してチクると、で人数が増えれば増えるほど内部告発をする人の可能性も増えるわけだからね。はい、ということでね、まあ内部告発者にはこう賞金を出すとか、内部告発者の罪は問わないとかね、まあそういうのを使ってですね、まあ、不正をね暴くというか、うん、まあそういうこともできるだろうし、まあいろんなね手法がないとこれどうにもならないなと思ってますね。